週はペットボトルを使って二の腕のトレーニングを行います。重さはご自身で調整してください。それでは一緒に動いていきましょう。足を前後に開き、膝を軽く曲げます。上体を前に倒し、膝に手をついて体を支えましょう。支えている方と反対の手にペットボトルを持ち、肘を後ろに引いて脇を締めます。肘の位置を固定し、後方にペットボトルを持ち上げましょう。1、2で肘を伸ばし、3、4でゆっくりと肘を曲げます。では一緒に行いましょう。せーの、1、2、3、4、2、2、3、4、3、2、3、4、4、2、3、4。上体を起こして力を抜きましょう。もう一度同じ腕で行います。せーの、1、2、3、4。目線は斜め前を見て、頭からお尻までがまっすぐになるよう姿勢を作ります。おへそを前の足のつま先へ向け、肩の高さを合わせましょう。上体を起こします。反対の手にペットボトルを持ち替えましょう。膝を軽く曲げ、上半身を前に倒し、前の膝に手をつきます。ペットボトルを持った方の手の肘を曲げ、背中側へ引きましょう。では一緒に行います。せーの、1、2、3、4、2、2、3、4、3、2、3、4、4、2、3、4。上体を起こして力を抜きましょう。もう一度同じ腕で行います。せーの、1、2、3、4。二の腕に力が入っているか意識をしながら行いましょう。二の腕を鍛えることで腕が引き締まり、腕全体をきれいに見せる効果が期待できます。ぜひ時間を見つけて行ってみてください。